これでこれで葉っぱをいくらか取っとくでしょ。うん、あ、それで芽が葉っぱ取った後なんですね。うん、うん、針金外して葉っぱ取って、うん、それで今こう葉っぱをいくらか取ってね、うん、それで芽が出たところで植え替えるの。うん、本鉢にさ、うん、芽が出たところで本鉢に植え替える、うん、あ、今その作業をこれから。そうそうそう、結構ねちりめんあるんだよ。うん、でこんだけほら葉っぱがあるからさ、うん、大変な作業なわけさ。うん、取るわけではないんですね。うん、全部取ると、うん、まあハーレアンカもそうなんだけど、うん、全部取るとね木に負担がかかっちゃうんだよね。うんうん、だからいくらか残しといて、それでまあハガリと同じような効果を狙うっていうか。うん、もう引っ張って抜く感じなんですね。うん、ケヤキとかモミジが芽、うん、実生したのが芽出てきて。あ、本当ですか。うん、じゃあ後で動画撮った方がいいですね。うん、でケヤキの方はさ、うん、ほら作り方わかんない人が、本格的に作り方が分かんない人がさ、うん、多いから順序立てて、うん、作り方を教えてやろうかなと思ってるんで。うん、あ、そうなんです。なんかアラブの方とか海外の方が、うん、アラブの方はやっぱり商品盆栽っていうその事態が、うん、知らない方で、うん、でなんか本を一生懸命アラブで探して、うん、でないんですって。でそれで、うん、今回この動画を通して、うん、この小さい盆栽っていう風なことを知って、うんうん、そしてこの動画で教えてくれることに、うん、本当にありがとうございますって。あ、よくありがとうございますって書いてあるの、みんなあれアラブの人か、うん、となんかミミズが塗ったくたような。そう、あとその諸外国によってはやっぱり小さい盆栽の本っていうのが、うん、やっぱりないんですって。そちらの国まで行ってなくて、うんうん、でそれで本当に YouTube を見ていて、うん、でこの小さい盆栽をやりたかったのに、うん、植物がないから、うん、教わる場所がなかった、うん、で動画を見て教わることができるようになった、うん、で毎日毎日勉強して学んでいますって。だから、うん、動画を通して、うん、その小さい盆栽があるってことを分かった人と、うん、本がなくて知りたかったのに、うん、今まで知る情報がなかったっていう。うん、だからこのまま本当になんかクロマツとかもそうなんですけど、うん、計画観察をしてくださいって書いてあるんですよ。うん、でも売れちゃうからな。そう、販売店なのでちょっとそれは難しいですって返してあげて、うん、で毎日本当残ってるもんでよかったらね、うん、計画観察俺もしてやりたいんだよ。うん、毎日学んでますという方が増えて、うん、来てますね。4000、あ、そうそう、4000に行きました ね、 ね、うん、だから本当に3000から4000は早かったね。
ああそうかもしれないですね。だから本とかがないあの諸国の人にとってはすごく本当にありがたいですって。あ、これで出来上がりなんですね。これぐらい葉を残しておいた方がいいんですね。それで、それに芽が動いてきたらさ、本鉢に植え替えて、このじゃあ葉を取ったところから芽が出てきたら、本鉢に植え替えるってことなんですね。だからすごくそういう海外の方見つけてよかったっていう。やっぱり黒松の反響が大きいね。ああ大きかったです ね。あともうちょっと最後の方が、もうちょっと長めに写してもらいたかったって言ってて、自分も見直してみたらそうでしたね。経過観察と、それからちりめん、もう少しちりめんの、今の状態を撮ってって、それで、剥がりするからさ、このフレームの中にあるのがあるんだよ、ボソボソになって、それを剥がりしてもらうからさ、あ、じゃあ取っていった方がいいですか。エリコさんに剥がりしてもらうから、いくつか今取っといて、それで、あれがこういう風な仕事になりました、剥がりをしてこうなりましたと。ビフォーアフターみたいな。手間かかんな、これ。そうですよね、細かい作業ですもんね。向こうのなんか一本で。